2018FIFA ワールドカップロシア大陸間プレーオフのセカンドレグでペルーに乗り、今度ニュージーランド代表は、度重なるアウェーの洗礼に悩まされていたようだ。さらに、ニュージーランドサッカー協会 NZF は同行した妨害工作に怒りを感じている。地元メディア、ニュージーランドヘラルドが報じた。同メディアによると、ペルーはニュージーランド代表が現地に到着する前に飛行機の着陸時間を3時間遅らせたり、深夜の245から345まで泊まっていたホテルの周りで花火を打ち上げたり、妨害行動を行っていた。さらに、ホテル周辺を軍のジェット機が飛び回っていたようである。ジェット機の使用は防衛省の許可が下りない限り許されないものだという。また、普段は海の上を飛び回っているグライダーやパラセーリングなどが同日に限って非、出なかったことから、ジェット機の飛行は事前に通達されていたものであるようだ。今回の騒動に関して NZF の会長であるマーティン氏は以下のようにコメントした。今回のことは今まで受けてきた被害とは格段に違うもので、許されるべきではない。軍隊が介入したとなれば、しかるべき対処をしなくてはいけない、方。負のペルーが2-0でニュージーランドを下し、本戦出場を決めた。